高浜町ビーチボール交流大会がこのほど開かれ、小学生からシルバー世代までの町民が親睦を深めました。他の球技に比べて軽く大きなボールを使うビーチボール。強く打っても減速しやすく、初心者でも扱いやすいのが特徴です。26日に開かれた高浜町ビーチボール交流大会には、町内の小学生からシルバー世代までの4チーム18人が参加しました。大会はバレーボールと同じルールでリーグ戦形式で進められました。出場したチームの中には、親子や友達とエントリーしたチームや、バレーボールのサークルに通っている人もいて、互いに声を掛け合いながら、白熱した試合を繰り広げていました。このビーチボール大会は、高浜町スポーツ推進委員が、障害スポーツの一つとして、ビーチボールを町民に広め、健康増進や町民同士の交流につなげようと開いたものです。スポーツをしたいんだけども、自信のない方や、またスポーツをですね、普段スポーツをですね、する機会の、ない方にですね、スポーツをしてもらおうという、そういう内容でですね、ビーチボール大会を開催したんですけども、皆さんの心身のリフレッシュとか健康の維持増進に一役役立つんじゃないかなというふうに思っています。ニュースポーツはたくさんございます。で、今回はこの一つとしてビーチボールをしましたけども、障害スポーツとして、誰でもいつでもどこでも機会できる、スポーツとして、また広くですね、いろんなスポーツを広げていきたいなと、推進していきたいなというふうに思っております。大会では仲良しクラブチームが優勝しました。練習もそこそこやって、なんとか優勝できて、よかったと思います。楽しく練習できました。その学校でも何回かそのバレーとしてやったことはあるんやけど、ビーチバレー初めてで、みんな強かったし、僕ら初心者やったから、1セットでも取れるように暇な時あればみんなで集まって練習して頑張っていきたいです。